はい、こんにちは、村尾聡です。今回も新年度準備の動画をやっていこうと思います。今回はですね、4月こそ小さく戦って大きく勝とうというお話をしていきます。はい、今回の動画はですね、教師の権威の打ち立て方、そして教師の統率力に大きく関わる話になります。黄金の3日間というのは、子どもたちが静かで受け入れてくれる時期だっていう話をしましたけども、でもね、その中に何人か結構アドバルーンを上げてくる子っていうのは必ずいるんですね。アドバルーン叩きというのをしなきゃいけないんですが、そもそもね、もう今アドバルーンってあんまり見たことある人いないと思うんですけどもね、昔はデパートがね、何かセールするときに、デパートの屋上からこうやって風船を飛ばしてね、なんかセール中なんていうのをつけてあげてたんですね。そういうのアドバルーンっていうふうにね、言うんですけども、そのアドバルーンが上がってくるわけですよ、子供たちから。それを先生は黙って見ていちゃダメで、アドバルーンはこうやって叩いて潰さなきゃいけないよという、まあそういう意味でアドバルーン叩きなんていうふうに言うんですけども、要するに子供たちは4月にですね、おとなしくしてる子たちが大部分なんですけども、やんちゃ系の子たちは結構ね、試してきます、いろんなこと。先生、このくらいを許してくれるかな、このくらいはどうかなって様子を見るわけですよね。まあ言い方を変えればね、子供が小さな戦いを挑んできてるわけですね。それに対して教師がね、甘くしてしまったり、スルーしちゃったりね、要するに小さな戦いに負けるわけですね。そうすると、相手は、あ、ここまでは OK、じゃあもうちょっとやってみようかなっていうふうにね、だんだん踏み込んでくるんですよ。まあこのことをですね、ちゃんと覚えておかないと、学級はね、あっという間に大変になっちゃうんですね。で、黄金の3日間のこれはね、大きな落とし穴になります。まあ子供たちを叱るってことじゃないんですが、毅然と教師の意思を通さなきゃいけない場面がいっぱいあるんですね。子供たちがこの時期に挑んでくる小さな戦いに、教師は勝ち続けないといけないんですよ。これはね、非常に重要なことです。まあそのことが教師の権威を打ち立てるし、統率力にもつながるし、そして学級崩壊を防ぐんですね。これはですね、100% 心して子供の前に立ってほしいなと思います。はい、そしてね、さっき言った通り、黄金の3日間で小さく戦う場面がね、いっぱい発生します。まあどんな場面かということをね、これから少し具体的に話をしていきたいなと思います。はい、まず例1、担任発表の時です。これは私も経験したんですが、担任の先生がね、こう発表される場面あるじゃないですか。で、普通はね、校長先生が何年何組村の先生って言ってね、で、私がその子どもたちの前に立ってこうちょっと一礼するような、まあそういう場面なんですけども、で、子どもたちはあの先生がいいな、この先生がいいな、あの先生嫌だなって心の中でいろいろ思ってるわけですね。で、私の例で言うと、私ね、移動したばっかりだったんですね。で、おじさんじゃないですか。で、誰もこの先生に教えてほしいなんて思ってないわけですよ。まあもしね、その学校にいる先生でね、知られてればね、私が前に立った時みんなキラキラこっち見てくれたりすることもあるんですけども、移動したばっかりだったんでね、こんなおじさんかっていう感じなんですよね。それで前に立った時に、まあみんなね、ほとんど目も合わせてくれないような感じで、まあちょっとね、こわもてなので怖かったのかもしれないんですけども、で、その後担任発表が続いていく中で、ある子がこう言ったんですよ。ああいいな、何組はないね先生でって言ったんですよ、私がいるのにね。で、こういうのも、まあある意味で、ね、小さな戦いを挑んできたんですね。まあたまたま本気で言っちゃったのかもしれないんですけども、まあでもそこでね、黙っててもよかったのかなとは思ったんですけど、一応私ね、答えました。はい。なんて答えたと思いますか？まあ大したことじゃないですけど、私はね、まあニコニコしながらね、そんなこと言うなよってこう言ったんですね。そうするとその子もね、初めてその子とやりとりしたわけじゃないですか、そこでね。で、その子もちょっとびっくりしたような顔しましたけども、まあやっぱりそういうことがちょっと大切なんですね。スルーしない。何か対応する方がいいですね。で、二つ目の例ですね。校庭で指示するときっていう、まあこの場面なんですが、よく黄金の初日は始業式の後、校庭でちょっとね、連絡して、そのまま下校、本格的な学級開きは2日目っていうことがあると思うんですよ。で、私のその時の学校も、担任の先生がね、校庭のどっかに集めて、で、ちょっとね、簡単な挨拶をして、明日の連絡をしてさようならみたいなのがあったんですが、その時に、はい、じゃあ3年2組はついてきてって言って、校庭のね、誰もいない方に歩いていくわけですけども、その時に、はい、じゃあみんな座りなさいってやりますよね。で、その時にみんなパッと座ればいいんです。普通は座ります。だけどもその時指示を聞かずに立ってる子がいるんですね。で、それも聞いてなくて立ってるなら、まあ、はい、座ってって言えばいいんですけども、わざと座らないっていうね、戦いを挑んでくる子がたまにいるんですね。なぜそれ分かるかっていうと、私の顔を見てニヤニヤしてるからね。あ、これ、戦いを、けなげにも戦いを挑んできてるんだなって思うわけですよ。
まあそういう時はですね、毅然と言わなきゃいけないんですね。今村野先生はね、座りなさいって言いました。座りなさいっていうふうにきっちり言うんですね。そうすると座るんですよ。ニヤニヤ笑いながら座るんですけども、まあ、その小さな戦いに勝ったわけですね。まあ、これが大事なんですよ。一人ぐらい立っててもいいかって始めちゃったらもう負けたんですね。まあそういうことなんです。教師が座りなさいと言ったんだから、それは座らせなきゃいけないんですね。まあ、それが教師の権威、統率力を作っていくわけですので、非常に大事な場面なんですよ。こういう場面が一つ一つ非常に大事なんだという自覚がないとね、負け続けるんですね。知らない間に負け続ける人もいるんですよ。で、結果として1週間ぐらい過ぎると、まあね、ちょっと手に負えなくなってるような子が出てくるんですね。何回も言いますけどね、この小さく戦ってくださいね。そして勝たなきゃダメです。で、この勝利というのは大きいんですよ。ね、やってみてください。はい、はい、じゃあまとめますね。大きく戦わなければならない状況を作らないように、日々小さな戦いに勝っていくということなんですね。子どもたちの可愛らしい小さな戦いをスルーしちゃったり、気がつかなかったり、負けたらですね、どんどん戦い方が大きくなってきますので、もう手に負えなくなっちゃうんですよ。まあその場合はですね、教室が荒れたり、まあ場合によっては崩壊というようなことでもあり得るんで、このね、4月のこの特に最初の時期ですね、主の3日間、小さく戦って大きく勝つということをですね、しっかり覚えておいて、皆さん頑張ってください。まあそれをやりつつね、楽しいこともやって、子どもたちもたくさん褒めて、まあこの両方必要ですからね、戦いながらも褒めながらっていう感じでやっていってほしいなと思います。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。